各融合科学研究所は大学共同利用機関法人自然科学研究機構を構成する研究所の一つ各融合科学分野における国立の研究所で岐阜県土岐市にある大学共同利用機関として各地の大学から研究施設の共同利用が行われている総合研究大学院大学をはじめとする様々な大学院の学生に対する教育も実施している 1989年に名古屋大学プラズマ研究所を改組、京都大学ヘリオトロン核融合研究センター及び広島大学核融合理論研究センターの一部を統合することにより設立されたプラズマ君をマスコットとしていたが、2017年より猫とトーラスプラズマをモチーフとしたヘリカを新たなマスコットとした前身の名古屋大学プラズマ研究所は、 超高音プラズマの基礎的研究を行う研究所であり、京都大学ヘリオトロン核融合センターではヘリカル型の核融合実験装置の研究開発が行われていた。広島大学核融合理論研究センターでは核融合の理論面に注目した研究により、特に DT 反応におけるベータ値の研究等で優れた実績を持つ研究が行われていた。これらの研究を 時間統合をすることで、理論精査、実験、精密観測により各融合技術の基礎的な面を確立し、将来、本当に必要となる各融合技術の確立に向けた研究を行うことを目的として、文部省直轄の研究所として、各融合科学研究所は設立された。研究対象の各融合研究は、主にヘリカル型が研究されている。現在、 世界各国で研究が進められている実験検証炉は、トカマク型装置が主流であるが、ヘリカル型はその次の各融合炉として期待されている方式である。トカマク型と比べた場合、主なヘリカル型の利点は連続運転が可能なこと、装置負荷が大きいプラズマの崩壊が存在しないことである。また、トカマク型はパルス運転をしなければならないため、 実用炉としては非効率的である。ヘリカル型の欠点は非常に複雑なコイルが必要とされるため、炉を製造する上では非常に高度な技術が必要とされる点である。施設の前景祝日を除く火曜日から金曜日の午前10時からと午後1時半からの1日2回。見学時間は60分間で事前申し込みよう。同研究所の男性職員の一人が市民団体、 たじみを放射能から守ろうが解説したブログによくまあこれだけ根拠のないデマを集められたものだ各融合圏から名誉毀損で訴えられるかもしれないなどの書き込みを匿名で4度にわたり言った同研究所はこの職員をパソコンを公務外で使用したとして軍告処分としたが被害を受けた団体の代表は他にも同研究所内に書き込み者がいるのではないかと疑っており 真相究明を求めたいとしている。ありがとうございます。